乗り合い車特急バス貸切車循環バス、宇和島自動車道後公園停留場、乗り場宇和島自動車株式会社は、愛媛県南予地区を中心に運行する日本のバス会社。1918年に、元警察官の香川各次らが創業した。海運事業を手掛ける宇和島運輸が1928年に、子会社として、第二宇和島自動車を創業した。 その翌1929年に、宇和島自動車を、九州合併し、社名を、宇和島自動車とした。第二次世界大戦後の企業復興の過程で、1947年に、宇和島運輸参加を離れ、現在両社の間に、資本関係はない。宇和島自動車と宇和島運輸のシンボルマークが、 似ているのはこのためである。宇和島市にある本社のほか松山市、大洲市、八幡浜市、西予市、南宇和郡愛南町に営業拠点を置く。かつては、高知県須久も市にも営業所を置いていた。東予地方を営業圏域とする、瀬戸内運輸とともに、愛媛県下における三菱不走者の大口ユーザーとして、知られるが、宇和島。 八幡浜両市りょう線を中心に、いすず社の比率も高い。かつては、すくも営業所が存在し、車両が配置されていたことから、一部に、高知ナンバー車が運行されていた。なお、運送会社の宇和島自動車運送株式会社は、グループ企業である。宇和島エクスプレス過去の路線を押す駅前、宇野町営業所、宇和島バスセンター、転車園前、うわ駅、 宇和島バスセンター津島出張所嵐クベすくも駅くも営業所過去の路線塗装は、路線車と同じタイプと1990年代に塗装変更した、灰色地に緑、薄緑、黄色のラインの入ったタイプが、大型、中型、小型車どもにある。ありがとうございます。